はい、望月凛です。今回はメンタルトレーナーである橋貝浩二さんの書かれた自分のままで突き抜ける無意識の法則を解説していきます。この本は一言で言うと人生を思い通りに生きる方法を教えてくれる本だ。え、人生を思い通りですか？夢みたいな話ですね。うん、実際多くの人が人生は思い通りにならないと信じ込んでいるが、それは本来の自分で生きていないからだ。本来の自分か。うん、例えば本当は特技の歌を生かしてミュージカルの道に進みたいという大きな夢を持っているのに、偏差値の高い学校に入り大企業に就職するのが安泰という親や世間の基準に合わせた偽物の夢にとらわれているなんて話はよくあるだろう。なるほど。しかし最近はコロナ騒動など想定外の出来事が多く起きている。目まぐるしいスピードで世の中が変わっていく中、今までの世間の基準や常識なんて簡単に壊れていくんだ。確かに今や誰も正解を持たない状態ですよね。そんな時こそ自分の軸を取り戻し、自分自身の力で人生を切り開いていくことが重要だぞ。今回の授業を受ければそんな本来の自分を取り戻し、人生を思い通りに生きられるようになるだろう。それでは早速授業を開始する。心して刮目せよ。よろしくお願いします。一つ目は潜在意識をうまく使うだな。例えばカフェをオープンしたいという夢を持っている A さんと B さん、2人の人がいたとする。 A さんは貯金が500万円貯まったらカフェをオープンしますと言い、 B さんはカフェをオープンするために今500万円を貯めていますと言っているとしよう。え、何が違うんですか？実はこの2人の脳は全く違う動きをするんだ。マジで？条件が揃わないと行動しない A さんの脳は本気ではないと判断する。行動することありきでお金を貯めている B さんの脳は本気ならサポートしなければと判断し、潜在意識がお金集めや人脈探しの方向に動き出すんだ。目的と手段は一緒なのに潜在意識でそんなに変わるんですか？うん、潜在意識は本気でないことにエネルギーを使わない。潜在意識が本気であると判断すると、今まで自分の行動や考えを制限していたリミッターが外れ、本来の力を発揮することができるぞ。次は楽しい未来を思い描くだな。例えば仕事が終わったら気が乗らない飲み会が待っている、仕事が終わったら大好きなアイドルのライブに行くという2つの状況があったとする。この場合仕事中の気分やモチベーションはどちらの方がいいと思うか？そりゃやっぱりアイドルのライブに行く方ですよね。気が乗らない飲み会なんて疲れるだけですよ。だな。楽しい予定が待っていれば仕事がはかどり楽しくこなせることもあるだろう。このように私たち人間は無意識の中で未来を思い描きながら生きているんだ。未来か。これを実証する面白い実験がある。ヨーグルトのカップを目の前に出されて、蓋を開けて食べ始めてから食べ終わるまでどの時点が最も激しく脳が喜ぶのかを計測したんだ。え、それは食べてる時じゃないんですか？いや、意外にも脳が最も喜んでいたのは蓋を開ける瞬間だったんだ。マジか。これはどういう味かなと想像しながら蓋を開ける時、人はすでに楽しみ始めている。つまり人間というのは未来に起こる感覚を体験しながら生きている。これが未来を思い描くという感覚だ。なるほど。つまり未来に楽しいことが待っていると思えば今が楽しくなる、反対に未来に嫌なことが待っていると思えば今に不安や憂鬱さを感じるんだ。自分の未来は先行きが明るいと心から信じ、明るい現実を呼び寄せることにより今を楽しく生きることができるだろう。はい、望月凛です。今回は土井英二さんの書かれた人生の勝率の高め方を解説していきます。言うまでもなく人生というのは選択の連続だ。どこに住み、何を食べ、何をして誰と付き合うのか、私たちは毎日何かを選んで生きている。そして成功するかどうかは何を選んだかでほとんど決まってしまうのだ。何を選んだかで決まる？努力とかではなく？ああ、これがこの本のメインテーマだな。ちょ待ってくださいよ。努力したから成功するんでしょ？まあ聞け。例えば一郎がお金持ちになったのは野球を選んだからという話がある。もし一郎が野球ではなくアイスホッケーやバスケット、水泳などの競技を選んでいたら、同じ努力をしていたとしても同じ金額や名声を得ることはできなかっただろう。確かにそうかもしれないですね。ここで重要なことは、ただがむしゃらに頑張るよりもどこで頑張るのかを正しく選び取ることが重要だということだ。世の中に
には自分よりも頭がいい人、行動力がある人などいろんな人がいて能力に差があるが、何を選択するのかは自分次第で決められる。つまり何の取り柄もない凡人が結果を出すための最良の方法が選択する力なんだ。おお、俺でも成功できますかね。ああ、お前のような凡人でも可能だ。凡人、わかってるけど辛い。それでは早速授業を開始する。よろしくお願いします。一つ目はセンターピンを倒せだな。やるべきことは一つだけだ。物事のセンターピンを見極めることだ。センターピン？何ですかそれ。ふむ、センターピンとはボーリングのピンの一番先頭にあるピンのことだ。ああ、あれか。この世すべての物事にはあのセンターピンとそうでないピンが存在している。へえ。そしてこのセンターピンを外した努力というのは無駄に終わることが多い。ほら、ボーリングでボールを全力で投げてもこのセンターピンを外してしまえばストライクを取ることはできないだろう。逆にセンターピンさえ外さなければボールが遅くてもストライクが取れてしまう。確かに、わかりやすい。センターピンを外した努力はあまり意味がないのか。ふむ、そういうことだ。大事なことは他のどうでもいいピンは放っておいてセンターピン一つだけを倒すことだけに集中することだ。そうすれば後ろの9本のピンは後でどうとでもなる。イチローで言うとそのセンターピンは野球だった。これをコンビニに変えてみよう。はい。コンビニには接客、立地、駐車場の広さ、在庫、清潔さなどの複数のピンが存在している。この中で一番大切なコンビニのセンターピンは立地のいい場所になる。立地が良ければ人が来る。他は後でどうにでもなるわけだ。なるほど。確かに近いコンビニにしか行かないもんな。ああ、だからコンビニを開店するときは立地だけは外してはいけないんだ。そしてこの一番重要なポイントを押さえておくことが人生を成功に導くことになる。おお、すげえ。これを自分の今目の前にある物事に当てはめてみるんだ。もしかしたらセンターピンとは全く違う場所で無駄な努力をしている人もいるかもしれないな。無駄な努力って例えばどんなものを言うんでしょうか。 YouTube で言うと 4K の画質にするとかだな。確かに YouTube に高画質とか求めてないもんな。あとは新聞の営業を頑張るとかだな。努力しようがしなかろうが新聞の部数は減る。その業界自体がセンターピンとずれているいい例だ。この場合、この業界なら放っておいても伸びるだろうという業界へ転職した方がいいだろう。なるほど。とにかく今一度自分が本当にセンターピンを倒すことに注力できているかを考えてみることだ。二つ目は選択の失敗を努力で補うことはできないだな。先ほど成功するにはセンターピンを抑えろという話をしたな。はい。では失敗する人、うまくいっていない人とはどういう人だと思う？センターピンを外して努力している人。ナイス答えだ。そう、つまりうまくいっていない人というのはここさえ抑えておけば大丈夫というセンターピンをうまく抑えることができていない人なんだ。なるほど、そうか。でも本人の努力不足っていうことはないんですか？それはない。報われないのは選択が間違っているからだ。簡単に言うと、魚が一匹もいない場所で朝早くから夜遅くまで釣り糸を垂らしていても魚を釣ることはできないだろう。はい、そうですね。時間とエネルギーを無駄にするわけだ。逆に大量に魚がいる釣り場を選べば釣り糸を垂らしておくだけでバンバン釣れる。入れ食い状態だ。彼らが努力をしたから魚が釣れているわけではないだろう。はい、確かに恐ろしい現実ですね。ああ、つまり選択を間違えてしまった場合、それを努力で補うことはできないということだ。選択を間違えた場合、その場で頑張るのではなく、すぐに別の方向に舵を切ることだ。今日の授業は終わり。また来てね。